僕は宝生木崎、熊本銀行人吉店の支店長を務めている。君はこの世界で唯一の鉄道車両を動かす車掌なんだって。責任ある立場の重圧は理解できているつもりだから、何かあったら声をかけて。いつでもサポートするよ。レンガ造りに石畳、歩いてるだけでも異国の風情を感じ、ダメだ、寒すぎる。バカね、そんな薄着してるからそうなるのよ。フェルクリンゲンは平気なのかい？当たり前じゃない、アイゼングラート育ちを舐めないことね。すごいな、僕はもうもう今にも凍えそうだよ。防寒対策を怠ったからよ、自業自得ってことね。ってちょっと待ちなさいよ車掌、なんであんたまで震えてるわけ？何回も来てるでしょ。はあ、厚着してくるの忘れた？バカじゃないの？このままじゃ観光どころじゃ。そうだ、フェルクリンゲン、ちょっと失礼するよ。はあ、急に何を。うわいきなりくっつかないでよ。くすぐったいでしょ。今だけ我慢してほしいな。はあ、あったかい。だからベタベタしないでってば。今日は付き合ってくれてありがとう。景色だけでも初めて目にする鮮烈さだった。その上にだよ、フェルクリンゲン、君のガイドが理解と喜びを深めてくれた。しましてん？今何か言ったかい？今日は有意義な一日だった。フェルクリンゲンが付き合ってくれたおかげだよ。うん、僕もそう思ってた。フェルクリンゲンは車掌のところかな。ここがみんなの通う学園か。なるほど。湯の井学園とは随分雰囲気が違うね。これだけ敷地内に緑が多いと癒されるよ。そんなことはないさ。建物の雰囲気からして熊本とは違うから、こうして見て回っているだけでも楽しいよ。中庭の他にはどんなところがあるんだい？訓練とつくぐらいだから校庭とはまた違うんだろうね。できれば案内してほしいな、君の時間が許すなら。だけどいいお天気で本当に良かった。ほら見て、雲がゆっくりゆっくり流れていく。お外の風が気持ちいいね。大丈夫、お日様は当たらないようにするから。日に焼けちゃったりしたら大変だもの。宮子だ、話しかけてもいいかな？こんにちは、いい天気だね。お人形と今は何をしているんだい？お人形の虫干しです。今日は風も穏やかでカラッと晴れていて、虫干しするならこれ以上ない絶好の機会でしたから。なるほどね、確かにこの木陰は風通しもいい。そうです、いくら対策をしていてもカビや湿気は避けられない。
だからお天気の日にはなるべくお外に出してあげてるんです。それにしても実に綺麗なお人形だね。いくらでも眺めていられるよ。それは本音ですか？建前ですか？もちろん本音だと思う。お人よでもここまで精巧な人形は見かけない。君のお人形への愛情の深さが伺えるよ。本当に綺麗だって思ってくれてるんだ。嬉しいな。ありがとうございます。この子も嬉しいって言ってます。それはよかった。もう少し近くで見てもいいですよ。それじゃお言葉に甘えて。そういえばお二人はどうして学園に？そういうことなら私もご一緒してもいいですか？それはありがたいね。どうかな、社長。大丈夫です。お二人がいらっしゃる前からこの子とはお外にいましたから。ちょっと待っていてください。この子を部屋に寝かせてきます。そろそろお昼時ですし、まずは食堂にでも。今何か聞こえなかったかい？こっちです。ついでに案内しますからついてきてください。はった。ああちょっと休憩して。で、美代子に車掌さんに木崎さんまで、どうしたんですか？中庭までベルサイユの声が聞こえてたんだよ。え？ずいぶん熱心なんだね。そんなにですか？自分では気づきませんでした。照れることはないさ。遠目に見た限りでも見事な立ち筋だったよ。もっとも僕は剣術に関しては全くの門外漢だが、素人目にもというやつだよね。君が相当に鍛錬を積んでいるってことは伝わってきた。そうですね、訓練は私の日課ですから。朝起きてから夜眠るまで剣を触ってるんですよ、ベルサイユは。訓練が生活に組み込まれているわけか。それはすごいね。そんな褒められるほどのことでは。訓練というのだから体に負担だってかかるだろう。それでも君は当然のように続けているんだから、称賛に値するよ。違うよ。実はこっちに来てから運動不足でね、体のラインが気になるというか。木崎さんならダイエットの心配はいらないと思いますけど。そうかい。でも全く運動しないのも不健康だろう。ですね。適度な運動は健康的な生活のためにも大事。いいこと思いつきました。木崎さん、一緒に剣を振るうのはどうですか？剣術はいいですよ。上半身はもちろん、全身運動にも向いてます。剣術か、やってみたいけど、僕にもできるかな？心配無用です。ベルサイユがついてるんですから。そうでしょ、ベルサイユ？もちろんです。怪我なんか絶対にさせません。そう言ってくれると心強いよ。
腕をまっすぐ伸ばしていいですよ、その調子。これはなかなか。相鉄たちがやってる投炭っていうのもこれぐらいきついのかな。投炭？それは一体どういった修行なんですか？せっかくですし、車掌さんも一緒にどうですか？私は見学してます。別に運動不足というわけでもないので。構えはそのまま、踏み込みを強く。ここまで。キサキさん、剣を下ろしてください。久々にいい運動になったよ。付き合ってくれてありがとう、ベルサイユ。いいですよ、お礼なんて。でも、お役に立てたなら嬉しいです。車掌さん、大丈夫でしたか？途中から腕が震えていたような。お疲れ様です。皆さん、汗びっしょりですね。本当だ。しっかりと訓練した証ですよ。こういう時はトロル湯が恋しくなるよ。トロ？何ですかそれは。いきなりトロル湯と言われても困るか。お人よにある公衆温泉、大浴場のことさ。疲れていてもそうじゃなくてもよくお世話になったものだよ。それなら錦にもあります。本当かい？ぜひ案内したいです。よかったら行ってみませんか？ここが錦。セントイリスとは雰囲気が変わってどこか熊本にも似ているような気がするよ。そうか、建物の作りが和風だからだ。大浴場はもうすぐそこです。ついてきてください。ベルサイユも来たことあるのかい？都に連れてきてもらったことが何回か。とっても気持ちいいですよ。それは楽しみだ。着きました。お久しぶりです。こちらが今日のお客様。疲労回復効果バッチリですね。実はね、まだ筋肉痛が残っているんだ。早く錦の湯で温まりたいよ。だった。疲れが一気に溶けていくようだったよ。肩までお湯に浸かったからね。ちょっと暑いのがまた気持ちいいんだ。そうなんですよね。この暑さに慣れちゃうと他じゃ物足りなくって。あ、そうそう、私キサキさんの背中を流させてもらったんですよ。私だけじゃありません。ミヤコも一緒に。キサキさんは私のお人形を褒めてくれたから、その時のお礼です。改まるとなんだか照れくさいね。こんな素晴らしい大浴場に連れてきてくれたんだ。この次は僕が君たちの背中を流させてほしい。いいだろう。